川崎重工の神戸工場で防衛省から受注した最新鋭の潜水艦の進水式が行われました。神戸市中央区にある川崎重工業神戸工場で建造されたのは、全長84メートル、幅 9.1 メートル、新型のディーゼルエンジンを搭載した対艦型潜水艦の4隻目です。新たな潜水艦は巨大なクジラと力の象徴としての雷を組み合わせて雷艇と名付けられました。雷艇はリチウムイオン電池を採用した高い潜水性能に加え、音波によって物を探知するソーナーを装備し、捜索能力とステルス性能の向上が図られています。今日の式典には防衛省の関係者や川崎重工の社員らが出席し、潜水艦が海に向かってゆっくり進水すると会場からは大きな拍手が沸き起こりました。来年は2025年の3月頃に防衛省に引き渡され、海上防衛の第一線に配備されます。